高田チャンネルです。本日は僕が大好きな糸、素材を使ったニットを別注させていただきまして、この春に入荷してまいりますので、そちらを紹介させていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日紹介させていただくニットなんですけども、ウェアルネスの別注のニットです。ご存知の秋冬のニットをご存知の方は、元子とのコラボレーションかということも、もうお分かりいただけていると思うんですけども、またまた、バンドリさんですねに作っていただきました。やっぱり前回もお話ししたんですけど、ニットって結構その元々のこういうテーラードジャケットとかパンツとかシャツとかと構造だったりとか織物を使って、作るものではないので、編み物ですの でその構造も違うし、やっぱりその何でしょう、糸の使い方、測り方、それから値段の出し方とか結構専門的な知識が必要なものなので、プロの方たちとちゃんとやらせていただくという形をとっております。はい、ということで、僕もすごく信頼をしているバンドリさんにお願いをして、またウェアルネス別注でちょっと作りたいんですけどということでお願いをしてきました。何をやるかというところだったんですけど、今回のこの企画に関してはもともとずっと決まっていて、どちらかというとこの今日僕が着ているアーガイルの前から企画は始めていて、で、進行は同時なんですけど、着る時期だったりとかどのタイミングがいいかなというところで、今回の企画のものは春夏に、でこちらは秋冬にということでリリースをさせていただくような形になっております。はい、で、僕が大好きな、まず糸ですね、素材なんですけど、バンドリさんでも定番でやっているエミルコットン社の糸を使った、ドレスティシリーズです。バンドリさんのドレスティシリーズっていうのはイタリアのエミルコットン社の超細番手の糸を使って、それを4本取りして、ドライなタッチ、それから家で洗濯可能、マシンウォッシュ可能ですね。僕も洗濯機でガンガン洗ってるんですけど、家で洗濯が可能かつ、もう型崩れとか色落ちとか、その雰囲気がずっと変わらないっていうのがもうすごく特徴な、もう最高のニットだと僕は思っています。で、僕個人的にも本当にオールシーズン着用している素材で、エヴァンドリさんのロングスリーブのドレスティーっていうのがあるんですけど、それに関しては、春秋に関しては T シャツの上からそれを着て、で夏に関してはもう素肌にそれを着て袖まくりで、風通すんですごく夏場は素肌に着ると気持ちいいんですよ。でインナーに何かを着てると、そのコットンのその編み物特有の保温性っていうのも出てくるので、それはまた過ごしやすくて、で秋冬になったら今度はもう例えばヒートテックだったりとか、ああいう保温系インナーを着て、そのドレスティの着ると、でそうするともう同じニットで一年中着れてしまう。でコットンニットって今までのイメージでは家で洗えないとか色落ちがするとか、ですぐこう垂れてきちゃう、ウールの方がやっぱりそのしなやかで強いイメージがあったんですけど、コットンってどうしてもその色落ちだったりっていうのが気になって洗えなかったりしてたんですが、このバンドリさんのエミルコットンを使ったドレス T シャツシリーズっていうのはそれをもう覆してくれたと、僕の中でも結構衝撃だった、ニットです。で、最近はそういう洗えるニットっていうのは多くなってますけど、もう3年ぐらい前かな、僕の YouTube でも一度紹介させていただいて非常に反響があったドレスティシリーズです。で今もバンドリさんでは定番で取り扱ってるんですけど、今回僕がウェアルネスとして別注をしたかったっていうのが、ドレスティを使っているそのエミルコットリの同じ素材でいわゆる定番中の定番のニットを作りたいというお話をしました。でいわゆる定番中の定番のニットってどんなものなのかなっていうところはなんですけども、どんなところかなっていうところなんですけど、僕の中ではやっぱりクルーネックのリブ付きのニットっていうのが本当の自分の中の定番です。
いわゆるクルネックスウェットのニット版みたいな感じですね。一番こう日常生活で着るのが僕クルネックの、まあ、リブ付き、スウェットも含めてなんですけど、クルネックのリブ付き。で、これも、今日着てるのもクルネックのリブ付き。まあ、これが一番僕好きで、例えばこの車とか T シャツの後ろをちょっと覗かせたりとか、裾からちょっと T シャツ出したりとか、着こなしのバリエーションっていうのがものすごくあるっていうところで、僕の中では定番として考えています。で、実は、バンドリさんのドレスティには、リブ付きのものっていうのがなくて、で、ずっとそれを僕は、これリブついてたらもっと、なんだろう、着る頻度増えるのにな、というのを思ってました。というのも、まあ、リブがないと、裾がストーンと下に落ちるので、その合わせるパンツだったり、なんだろうな、上に羽織るものっていうのを、やっぱりちょっと選んじゃうかなというのがあって、まあ、タックインすれば大丈夫なんですけど、まあ、タックインもなかなかね、一般的というほど浸透しているものではなくて、なんかやっぱりちょっと洋服屋さんっぽい感じもしているので、なんかその股髪のバランスもありますし、ちょっとそこだけ引っかかるところがあって、じゃあもうこのウェアルネスで、その定番となるリブがついていて、まあ、スウェット感覚で着れるような、もう本当に定番中の定番を作ろうということで、別注をさせていただきました。はい。で、形はもうこんな感じなんですけど、もう本当にいわゆるクルーネックの袖にリブがついていて、あとは裾にもリブですね。で、個人的にはこの裾のリブのテンションっていうのがやっぱりちょっと強めの方が好きで、その理由としては、このアーガイルのニットの時にもお話をしてるんですけど、やっぱりこの裾の、なんでしょう、このウエスト位置っていうのを、やっぱりこうちょっと自由に決めていきたいっていうのがあります。で、やっぱりこのリブが弱いとストーンとカットソーのように落ちていってしまうので、このパンツの股髪に関係なく、もうなんとなくそのウエストポイントが決まってしまうっていうところがありました。ただ、まあ、個人的には、やっぱり深い股髪のパンツだったり、太いパンツだったりとかの時は、ちょっとウエストポイントを上にしたいし、逆に細身のパンツの時とか、その履くパンツによっては若干下げたいとか、T シャツを裾から少し出したいみたいな時とかは、若干こう長めのバランスに持っていきたいので、まあそういう時にそういう応用が効くようにっていうことで、ちょっとそのリブっていうのは絶対自分の中では外さないポイントでした。はい。で、あとは、このネック部分なんですけど、通常のクルーネックよりも、ちょっとこう、詰まってる。というか、リブが少し長めです。で、モックネックまでいかないんですけど、まあ、ちょっと首元の画像とかも出したいと思ってるんですけど、こんな風に、あんまりこう T シャツがギリギリ出るか出ないかくらいのバランスです。で、なぜこういうバランスにしているのかというと、まあ、やっぱりこうニットで襟元がこうダラッとするとだらしなく見えちゃうっていうのがあるので、できればこう冷たかったんですけど、あんまり詰めすぎちゃうと、今度、脱ぎ着するときに頭引っかかっちゃったりするんで、そこをすごくうまくこのリブの幅の調整も含めて、綺麗に見えるポイントを探してやりました。で、モックネックっていうのもすごくここ何年かで市民権を得てると思うんですけど、まあ、個人的にはクルーネックの方がまあより定番的で、合わせられるものも多いし、下にもシャツも着れるし、例えばまあ着物もできるし、なんでしょう、このスッキリと見せることもできるということで、より汎用性が高いので、まあ、定番といえば、クルネックということで、クルネックにしています。で、今、まあ、僕が手に持っているのがサンプルなので、ちょっとバンドリーさんのタグついちゃってるんですけど、ここはウェアルネスのタグをつけるような形になります。で、色なんですけど、もう色も、これはもう年中着れる色かなと思っていて、まずこのベージュですね。もうこれはほんと白いパンツ、濃い色のパンツ、ブラウン系のパンツとか割と
こう、まあ、ニュアンスカラーというかナチュラルな色合わせするときにすごく重宝する色です。実際に、この色のポロシャツをニットポロシャツを僕、去年の春夏に着てて、でそれがインナーとしてすごい活躍したんで、まあ、長袖でもこの色は絶対入れたいなと思ってまずこのベージュは入れています。それからボルドー、パープルかな、パープルに近いですかね、パープル、この色も、まあ、すごく上品な色で、このなんでしょう、イタリアの糸屋さんとかイタリアのこう発色のパープルってすごく綺麗な色なので、もうこれも入れています。でこれももう一年中こうなんでしょう、バチッと刺すっていうよりはなんかさらっと着れる紫として、ピックアップしています。例えば今シーズンだったらグレーと合わせるとか、白と合わせるとか、まあ、ちょっと目立たせる着方してもすごく綺麗ですし、今日みたいにこういうネイビーのインナーとかに入れるとすごく自然にさらっと合わせられるので、こういう着方もおすすめとして、まあ、こういうパープルも入れています。このスレートグレー、ちょっとブルーがかって見えるんですけど、いわゆるチャコールグレーみたいな色ですね。これもすごく汎用性の高い色で、なおかつすごい洒落た中間色だなと思っていて、もうネイビー系のインナーにも入れられるし、黒のインナーとしても使えるし、明るい色と合わせてもすごく相性がいいっていう、これはすごく好きで、これもドレスロンティーの方を僕は持ってるんですけど、このクルーネックでも絶対これは欲しいっていうことでこの色も入れています。そして、最後は、まあ、定番中の定番ですね、ネイビーです。もうこれが究極の定番かなと思っています。とりあえず困ったらこれ着たら間違いないみたいな色ですね。で濃すぎない、明るすぎない、一番ちょうどいいネイビーなんじゃないかなと自分では思っています。はい、でこの4色で、この春夏かに、発売を開始するんですけど、まあ、その反響次第で、まあ、新しい色入れたりとか、まあ、変にこうなんでしょう、素材を変えずにこの素材で、まあ、色のバリエーションを増やしていったりとかっていうこともしていきたいなと考えています。はい、で、シルエットなんですけど、もちろん極端なオーバーサイズではないです。肩はニットといえばとニットのフィッティングなんで、本当にジャストで着れるようなバランスになっています。で、身幅は少しゆとりを持って取っているのと、裾にかけてグッと絞って、リブで留めるようなバランスです。で、袖に関してもそこまで極端に太くないんですけど、あんまりビタビタの袖ではないです。で、袖に関してもやはりこのリブでキュッて留められるようになっているので、まあ、グッと袖をまくって着ることもできますし、インナーとしてジャケットの中に着た時とかもあんまりこう袖がボロつかないようにバランスを調整はしています。はい、なので本当にインにもアウトにもどちらに着ていただいてもバランスをよく見せられるんじゃないかなというふうに思っています。でもちろん好きな方はタックインしていただいても、着れるバランスですね。で結構そのタックインした時に、そなんでしょう、このニットの身幅が大きすぎると変に膨らんだりするんですけど、それもなく、あくまでもドレッシーな範疇の身幅の広さというか、いわゆるクラシックなバランスですねを、非常にこのモダンな糸、素材で仕上げたというような形ですかね。はい、なので、まあ、これは本当にこのこれからの永久定番に自分の中でもなるんじゃないかなと思っています。やっぱりこれだけね、その暑い季節があったりとか急に寒くなったりとかする中で、どんな素材が一番ベストなのかなっていうのを考えると、まあ、この洗えてケアがしやすくて、なおかつこの素晴らしい素材感でっていう、まあ、このニットの雰囲気になかなか勝るものっていうのはないんじゃないかなというふうには思っています。はい、で、まあ、インナーに使っているコーディネートとかあるので、いくつかちょっと紹介をしたいと思います。こちらは、はい、まず、チンクアンタの
ブルゾンですねのインナーにベージュを着てます。まあ、なんかこうオリーブとかブラウンとか、白をパンツの下に合わせるときに中にこういう中間のベージュをつなぐとすごく相性がいいですし、まあ、その逆もしっかりですかね。例えば上が濃い色で下が例えば明るい色の場合にこういう中間色でベージュとかで間に入れて挟むと、まあ、非常にこうバランスがよく見えると、なんでしょう、変にこう上下でコーディネートが分かれて見えないっていうので、こういうインナーの使い方は重宝するんじゃないかなと思っています。はい。で、まあパープルと白もすごくいいバランスですし、で結構ねこの個人的には好きですね。でこのブルー系、このグレー系と、まあ、インディゴブルーのジーンズとかも相性いいし、例えばこのネイビーと色の合わせたジーンズみたいなこの普通の格好がこの何でしょう、素材と形でめちゃくちゃよく見えるっていうのはなんか本当にあると思うので、ぜひ、まあ、普通の格好をするときになんかこういうすごくいいものを選んでいただきたいなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのニットは、本日から予約という形で販売をさせていただきます。お届けが3月の上旬頃ですかねになります。ちょうど、まあ、暖かくなる気配を感じる頃かなとは思うんですけど、まあまあ本当に保温系のインナーと一緒に着ていただいたりとか、まあ、上に何か羽織っていただくっていうところから着ていただけますので、まあ、そこから長く楽しんでいただける商品なんじゃないかなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひしていただけると嬉しいです。また次の動画もよろしくお願いいたします。失礼します。